今よりも一歩幸せに、どうも釣りって学べるです。今回は、長跡について解説していきます。釣りをしている皆さんは、大潮、小潮、万潮、寒潮、このような言葉を何度も聞くし、意識して釣りに出かけている方も多いと思います。ですが、それぞれにどのような意味があるのか説明できる方って少ないですよね。でも、 大丈夫です。この動画を見れば、長席の意味もわかるし、長席を表した態度グラフから釣れる時間を読むことができるようになります。コメント欄で、長席にまつわる思い出や、超過実績が高い仕様なども募集しております。この動画が、冬の長席における情報交換の場としてご活用いただけましたら嬉しいです。中潮最高とか、 上げ始めが好き、などの一言でも大丈夫です。ということで、まずは結論から見ていきます。冬は夜の水位が最も低い。中潮が一番多い。釣れやすい潮汐は一緒。巡り合えはラッキー。この4つの結論について解説していきます。 調汐は釣り人にとっては絶対に必要な知識ですから、この動画を見て一緒に勉強していきましょう。そこで本日の目次です。調汐の仕組み。塩回り。上げ、南部、下げ、南部。調汐とマズめの関係。そして動画の最後には特典パートとして、 一番効果を実感した魚の匂いの取り方をご紹介いたしますので楽しみにしていてください <noise> まず潮汐の仕組みについて解説していきますそもそも潮汐というのは海面の水位が約半日の周期でゆっくりと上下に変化する現象のことを言います 潮汐が起こる主な原因は、月が地球に及ぼす引力と、地球が月と地球の共通の重心の周りを交点することで生じる、完成力を合わせた気調力です。なんか難しいことを言っていますが、要するに月の引力と地球が回転している時の遠心力で海面が上下すると覚えておけば大丈夫です。 そして地球は一日に一回自転するので多くの場合は一日に二回満潮と干潮を迎えますこの潮石の特徴として太平洋側よりも日本海側の方が潮石が小さいことが挙げられますその理由は小さな湖に潮石が起きない理由と同じで日本海は地球規模で見れば 外界と接続する海峡の水深が浅いからです。さらにもう一つ冬の潮汐の特徴として夜に最も水位が低くなるということが言えます。これらの理由は地球の公転は楕円軌道でさらに地軸に傾きがあるからですが特に気にしなくて大丈夫だと思います。なんだか釣り花にふさわしい内容になってきましたね。 そして、潮汐を説明する上で、必ず、潮回りという言葉が出てきます。潮回りとは、大潮、中潮、小潮、流潮、若潮の5種類が規則的に変化することを言います。そこで、それぞれの潮回りについて解説していきます。まずは、大潮です。大潮とは、満月と新月の頃に起きる。 潮位の差が一番大きい状態のことで、魚の捕食活動が活発化して最も釣りやすいとされています。次に中潮について解説します。中潮とは、大潮とこの後に説明する小潮の間の期間の潮で、潮位の差は文字通り、大潮より小さく、小潮より大きいです。 塩回りとしては一番多い塩回りとなります。次は小塩について解説します。小塩は、看満の差が小さく、捕食活動も鈍って釣りにくい塩回りの一つとなります。次は長潮について解説します。長潮は、潮石の中では一番変化がない塩回りで、魚の活性が最も低く、 魚が釣れにくい時期です。最後に若潮について解説します。若潮は、看板の差が大きくなり始める潮回りですが、まだまだ魚の捕食活動は鈍い状態です。この潮回りは、大潮、中潮、小潮、流潮、若潮、中潮、大潮に戻るの順番で回っていきます。 そして、この長席では、釣れやすい時間帯を、上げ、南部、下げ、南部と表現することがあります。この丸には、長席の満潮と干潮を起点とした数字が入るのですが、あえて丸という表現にしています。なぜなら、起点に決まりはなく、人によって異なるからです。釣り人の間では、上げ、七部、下げ、三部、 上げ、三部、下げ、七部がよく釣れると言われています。釣りだけに限らずよくわからない格言や提言が多くて困りますよね。なので、私なりにわかりやすくお伝えしていきたいと思いますが、よくわからないといった場合はコメント欄で教えてください。そこで、まずは上げ、七部、下げ、三部から解説していきます。 上げ7分、下げ3分は、満潮を10分目、干潮を0分目とした場合によく釣れる時間帯を表現しています。具体的に説明すると、干潮時から満潮時の潮位差を10分割し、満潮を10分目、干潮を0分目とします。そして、干潮から潮位が上がっていく揚げ潮の10分の7分目が、上げ7分となります。 今度は満潮から潮位が下がっていく下げ潮の10分の3分目が下げ3分となります。次に上げ3分、下げ7分について解説します。まずは同じく寒潮時から満潮時の潮位差を10分割して、今度は寒潮を10分目、満潮を0分目とします。今回の場合だと寒潮から潮位が上がっていく上げ潮の 10分の3分目が上げ3分となります。そして満潮から潮位が下がっていく下げ潮の10分の7分目が下げ7分となります。この図解からわかる通り、何分目については0分目の基準をどこに置くかで変わっているだけで、結局は同じところを指しているのがわかるかと思います。だったら表現は同じでいいんじゃないかと思いますよね。 おそらく、上げ潮や下げ潮で地域によって釣れやすさが違ったりするので、複数の表現があるのだと思います。いずれにしても3分目と7分目前後は釣れやすいということです。今度はもう少しわかりやすく、時間で見てみましょう。冒頭で1日に2回満潮と寒潮を迎えると説明しました。つまり約6時間のサイクルで、 満潮と干潮を繰り返していることになります。これを3分目と7分目に当てはめると、満潮と干潮それぞれから約2時間前が当てはまる時間となります。時間に当てはめることで、だいぶわかりやすくなったのではないかと思います。ただし、地形や場所によっても異なるので、あくまでも目安であるということを認識してください。 上げ、南部、下げ、南部にはいろんな説があります。他にもこんな上げ、南部、下げ、南部があるよと知っておられましたらコメント欄で教えてください。<noise> 最後に、マズメと長石の関係について解説します。皆さんは、ョウやョウよりも、 朝マズメや夕マズメに合わせて釣りに行く方が多いのではないでしょうか。まずはマズメについてざっくり説明すると、マズメとはプランクトンの移動に伴い、魚の活性が上がる時間帯のことです。そしてその時間帯は日の出、日の入り時刻のそれぞれ前後1時間程度だと言われています。 つまり先ほどの魚が釣れやすい3分目と7分目にマズメの時間が重なるところが最も釣れやすい時間であると言えるわけです。このマズメについてはこちらの朝マズメと夕まずめという動画で詳しく解説しているのでぜひご覧ください。しかしながら釣りに行ける日が潮積とマズメの巡りがいい人は限りませんし、重ならないからといって行かないという人は 特に働いている人であればほとんどいないでしょう。ですから、長石と真ずめの巡りがいい日に当たれば、ラッキーくらいの軽い気持ちがちょうどいいのかもしれません。簡単にまとめてみます。釣りをする上で長石を無視することはできません。 その潮汐には、大潮、中潮、小潮、流潮、若潮の潮回りが存在し、さらに約6時間おきに満潮と干潮を繰り返します。そして、その満潮と干潮の約2時間前が最も釣れやすい時間帯となります。もし日程をうまく調整できるのであれば、その釣れやすい潮回りと真ずめの時間帯が合う時間を設定してみてください。 そうすればどんな魚でも確実に釣り上げることができるでしょう。それでは特典パートです。今回はこれまでに一番実感できた魚の匂いの取り方をご紹介します。それは100均で買える粉のクエン酸を使用する方法です。もちろん高価なものほど効果が高いものが多いですが、 費用対効果で考えると、100均のクエン酸が最強です。例えば、クーラーボックスであれば、水を張ってクエン酸を溶かして手でかき混ぜるだけです。これでクーラーボックスと手の匂い両方が取れて一石二鳥です。注意点として、クエン酸は文字通り酸性なので、肌が弱い人は長時間触ったりしないようにしてください。 釣りって学べるには、Discord を使った釣りコミュニティ、釣りシティがございます。ありがたいことに400名を超える方に参加いただいております。動画内の超過報告なども、このコミュニティで募集しています。もちろん費用はかかりませんから、あなたも住人となって、釣りだけでなく様々な情報を共有してみてはいかがですか。 登録方法と招待リンクを説明欄に貼っております。リンクをクリックして説明の通りに操作していただければすぐに登録も終わります。釣リッテマナベルは公式 LINE もございます。個別相談や情報発信の場として活用しております。こちらもリンクを説明欄に貼っておりますので、リンクをクリックして友達登録するだけなので簡単です。 さらにオリジナルステッカーやキーホルダーも販売していますこちらも説明欄のリンクから購入ページに飛ぶことができます釣り場でタックルボックスにステッカーを貼っている人を見かけようものなら泣いて喜びますのでぜひ購入してください釣りって学べるは今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける授業を配信しております 釣り具や釣り場を選ぶ力。潮や天候を読む力。状況に合わせて変える力。魚を釣る力。釣り場を守る力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。 自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。本日の授業は以上となります。朝赤2024冬の授業が今後の釣果アップの参考になれば嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。高評価や チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。